前半お疲れ様でした。お疲れ様でした。した今日前半どうでした？大満足です。ね、ゆうちゃんめっちゃ上手ですよ、ね。すごいっすよね。だって 4-1 ですよ、レギュラーティーから。しかも、すごい難しいのに。めっちゃすごい。すごい。9番すごかったですね。OK バーディーです。打ち上げ。すごい。すごい。もうラッキーが重なって、本当に今日は。いい日になりそう。後半もね、ちょっと後半の方が若干ですか、はい、難しいんですよね。いやーどうだったっけな、なんか全体的に難しいからなんかどっちかとかじゃない気がするけど、はい、はい、じゃあ後半一つまたよろしくお願いします、はいはい、よろしくお願いします。ゆうちゃんかな、はい、じゃあ後半もよろしくお願いいたします。お願いします。ナイスショー、いっちゃった、あれは行く、ナイスショー、いいとこ、あよかった、大丈夫ですかね、すごいレスポジじゃないですか。あ本当ですか、ありがとうございます。めっちゃ追っかけてくる、めっちゃ追っかけ、あ、撮っていいですか、私も、ありがとう、はい、お願いします、はい、後半もお願いします。お願いします。ナイスショー、ミアキンがすげえ、いやめっちゃめちゃいい、ミアキンがすげえレベル高いけど高い、はい、マジでミアキンめっちゃいいとこに止まってる、本当ここは芝生がペタペタしてるというか、この雨の影響でしょうね。ちょっとグニョッとしてますね。狭い。すごかったね今。ありがとうございます。めっちゃうまかった。やばい。めっちゃうまかった。私もびっくりした。もうめっちゃ。なんすかこれ。軸がすごかった。クッてやってね。なんすかこれ。ここっすよここ。これ。出たまたミラクル。これ。たまに久々に戻ってくるね。激うまいっす。激うまだったね今。すごいな。ここもすごいんですよ。ナイスショットなんですよ。うん、こんだけしかないんですか。こんな回んないかって。32。ここもちょっと難しいところですね。26、32。これは体重は左に乗っけて打ちますか。こういう場合は。そうですね。あんまり右に残るとなんか手前ダフりそうですもんね。嫌ですよね。ちょっと強くなってもしょうがないですからね。ちょっと打つ感じで。これダンって感じですよね。そうですね。30ヤード。あれ？うまく打ってるけどな。違うんだ。いや、いい音したけどな。もうちょっと先落ちたら行ってる感じですけどね。めっちゃいい音だよな。すいません。うまい。ナイスアプローチ。センス。大丈夫です。これフック？ストレートかな。右
右出たね。右。この段差の段差のあれですね。うん、OK ですか？OK ですか？はい。ありがとうございます。スパです。嬉しい。パです。やっぱ今変なことちゃった。かっこいいっす。このルーティーンかっこいいっす。ボギーで抑えられました。ナイスボギーです。ナイスパー&ボギーですね、うん、ありがとうございます。僕だったらここ多分3回ぐらい入っちゃいます楽勝で、はい、欲張り屋さんはすぐこっち行っちゃいます。ティーショットここから超トリッキー。ナイスまた、うん、またベタピン。ベタピンです。寄ってきましたから、ね、怖くないですか。振らないとベタピン。これはさ、でもやっぱそしたら意味ないもんね。飛んでる。いいショットですか。からの撮ってる青木さん。前行っちゃったよ。転がってた？飛んでる、突き抜けてるのかな。めっちゃかっこよかったけどね。このフィニッシュのかわいいこの、待て、止めたい。待て、これかわいくない？後ろ姿かっこいいですよ。そう、かっこいいんだよね。どんな感じだったんだろう。めっちゃよかったよ。ほら、別に跳ねてない。普通、普通にパーンって打ったって感じだよ。力強いストレート、うん、動かないですね。かわいい。停止してんのかと思った。あれ、あ、前出てる。危なぎり。ってことは、ってことは、でもめっちゃ飛んだと思う。もうちょっと前に行ってんだ。あ、これ落ちてるかもよ、うん、いい感じに。この下ね、ギリギリセーフなんだよ。ほら、坂道走ってるかも。私左だったんで。すごいところ、すごいところ。こっちに行っちゃったんだよ。ちなみにロングホールですけど。あ、落ちてるよ、一個。お、すごいじゃん。あったすごい。めっちゃ飛んでる。青木さんもだって。めっちゃ飛んだ。転がりましたもんね、この辺り。まだでもまたライが、ね、気持ち悪いね。いや、っていうかこの飛距離っすよ。めっちゃすごい。いや。初めて聞いた、そこまで飛んでる。すごい。跳ねたんでしょうね、カートで。いやめっちゃスイング良かった。本当ですか。多分この辺には絶対行ってないと超えないはずなんですよ。だよね。ダイヤまだまだ。いや、これフェアウェイまでっていうか、フェアウェイが途中にないっていう。フェアウェイまでが150キャリーで140かな。向こうのカートまで200。はいはいはい。グリーンかがね、ハートの、左だよね、やっぱ。そうですね。はい。140。あの、140ヤード以上キャリーで。そうですね。5番ウッドで、傾斜は結構あるんですよ。またつま先上がりかな。ギリギリ気持ち悪いかも。こんな感じで。ここかな。難しいな。ここでまたさっきみたいに打てたらいいよね。恥ずかしら。完璧。綺麗。まっすぐ。完璧です。ああ、ちょっと上がっちゃったけどね。いやいや。まあいいでしょう。
打てるようになったでしょ。上手くなったでしょ。皆さん狙うんですか。いや、多分全然届かない。届かない。まあロングホールですからね、そもそも。まで行ける感じですね。うん。いや、めっちゃ飛んでる。いや、一緒に回んなくてよかった。絶対負けてる。うわー、すごい。ここ景色が違う。ぐっと行けますかね。下がりがね。そうですね。フェアウェイまではいい。傾斜わかるでしょうかね。すっごいつま先が。これむずいね。うまっ。ましょう。届くよ。あ、セーフセーフ。いやー、でもいいショットですよ。めちゃうまい。ありがとうございます。このつま先上がりでちょっとカット目に、よかったな、すげえな。超いいショットですよ。すげえ。1打目2打目ともにスーパーショット。うん。今度はまた左足上がりもすごい。立ち上げてすごい傾斜にいきます。これはプロとかってピャンって打つ感じ。左足に対してピャンって打つんですか。いや、どうなんだろう。これ傾斜通りになったったら上がっちゃいますよね。上がっちゃうから、上がって番手上げる。番手上げる、私はね。うん、プロじゃないから分からないですけど。いや、どうなんだろうな。上がっちゃうもん。上がっちゃいますよね。上がっちゃうから番手上げる。すっごい。飛んだらダフっちゃうから。そうですね。こういう傾斜です、実は。うまい。乗ったかも。かわいい。乗ったかな。見えなかった、全く。はい、番手を上げて打ち上げてみました。すごい綺麗に入りましたよね。うん、すごい綺麗に入りましたよ。60ヤードぐらいかな。そこまでないと思う。あ、見えた。その距離計買おう。60ぴったり。60、やっぱり60ヤードぐらいでした。うん、何で見てるんですか。ここ。エア、エア。え、エア。でもピンこれ奥なんじゃないかな。ここにこうやってスカウターついてる。ジジジジジって。はい。ちょびっとほぼほぼ距離打ってると思いますよ。うん、よさげか、はい、スカウター、スカウター通りです。スカウター通り出てる、スカウター。ナイスベタピン。怖っ。私のいないじゃん。ちょっとこぼれただけ。あ、へこんでるとこなんだ。あー、こう下がってるんだ。そうなってるんだ。またすごいところに切ってあるんですね。でも距離は合ってたんですね。距離は合ってたね。ちょっと右で右出ちゃったんだね。何いいんすか。わーい。ていうか全く平らじゃないじゃないですか。これ左狙わなきゃいけなかったんだ。まっすぐね。
うまい。イエーイ。ナイス。よかった。めっちゃうまい。ありがとうございます。7。まあダボで済んだからよかった。さあ、バリチャンス。これそんなに切れるかな。バーディーです。ナイスバーディー素晴らしい。やったここでバーディー。ちょっとすごいっす。ナイスバーディー。ロングですよね。はい、すごい、すごいよ。しかも最後結構曲がりましたよ。曲がりました。すげー。ナイスです。確かにすごい。嬉しい、すごいね、マジでうまいね。バーディー取れるのすごくない。回して寄せて入れてる。うん、編集長このホール回ってたら想像すか。12くらい。僕も11ぐらい。そんな行く。